最後は8連符出てくるんですよ、まあ、32分ですね。追いつくかポゲー、もう調子のいい時でやっとなんとなくって感じ、調子悪かったらもう全く追いつかない。はい、こんにちは、ヒデノリミュージックスクール校長ヒデノリです。ドリス。アビエイターのジェイソンのソロを練習中とお聞きしたのですが、ヒデノリさん的にどのフレーズが難しいですか？これは最後の速さが追いつかないだけです、あとは大丈夫です。150なんですよね。で、150ってもう6連むちゃくちゃ速いじゃないですか。まずだから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 っていうところがまず速いのと、最後は8連符出てくるんですよ、まあ、32分ですね。追いつくかポゲー、単純にもう反射の才能の違いですね。まだまだ僕反射上げれると思ってるんですけど、まあこれがなかなか上がんない。150の32分のピッキングっていうのは全然追いつくんですけど、追いつくんですけど、この弦移動プラス運指とってなると、まあやっぱ300はちょっとマックスよりオーバーしてるなって感じなんですよね。これは本当にもう今から僕も反射をバンバン鍛えていくしかないっていう、なんかなんとなく追いつくようにはなってきたんですよ。でもやっぱもう全然まだまだ追いつかない。もう調子のいい時でやっとなんとなくって感じ、調子悪かったらもう全く追いつかない、あの速さ。もう単純にやっぱその速さってところですね。あとのはいけます。根本パッケージとても興味あります。購入するべき人の基準や購入して練習することでどんな効果があるとか言える範囲で教えてほしいです。購入するべき人の基準その1、周りにギターやってる人がいて、明らかに自分の方が歴長いのに明らかに周りの方が上手い、これは完全に根本が足りてない典型パターンなので、まあこれは分かりやすい。ギターソロなんか弾いてる時によく言いますね、みんなね、早かろうが遅かろうが指が分離しないんですと。え、遅くてもしないんですよ。はい、この人もそうです。早いピッキングができないんです。早いカッティングとかね、今言った2と3っていうのはコントロールなんだよっていうのが分かりますか？全部コントロールするっていうところに尽きるんですよ。遅くやんのも早くやんのも早くコントロールしたらいいんです。よし早くやろうって、それが根本が足りてないと早い動きっていうのは即座にできなかったりするんですよ。4つ目を言うなら、私生活で不器用やねとか、ちょっとしたことがなんかうまくいくことできない、なんかいるでしょ、何でもかんでもうまいことなんとなくそつなくやっちゃうやついるでしょ。俺が鶴1個追ってる間、あいつ5個ぐらい追ってる、しかも綺麗みたいな。日常生活での何かしらふとしたことの動きだったり器用さだったりっていうのがちょっと遅かったり戻ってる気がするみたいな人も、これ4番目、これも条件としておきます。はい、というお話でした。次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。